ットなんですね。実は A バンドじゃなくて B バンドでやってみましたので割と知ってる人だし、おさあ感謝しといたら肉の塊が目の前に現れて言葉を失ってしまいましたが、感謝のスライドヘッド1万回怒りのバッタンキングですね関西で懐かしいですね。中野 TR フリー来た時になんかめっちゃ上手ね。さあそれでは行きましょう。さあ FAB 保証の金に対する国売券、売券なら任せろバリバリキンバーストガード空中へ捉えていく、空中がしっかりガード、そして直後もしっかり見せていくスラッシュロック、これにはガキさんも苦笑いってやつですね。さあ浮き攻め、ああ終わりました。さあもう一度だけチャンスをやろうバッタン、じゃあはい鷹山から投げていったのは保証金、前系から沈黙ダメ。さあ第2ラウンド着地しっかりガード仕込んでいます、前ハイからハンマー先に着地、 PPS から空中ダッシュ、 S ハイから金 S にす、ここうまいか D 当たらない、保証金側も耐える、しかし空中ダッシュがこれ通ってしまう、しかしジャンに当たらない。さあこれを大投げつ空中ヒット、そのまま空中コンボ PP、 はいここはしっかり S かし読んでいますね。先ほどガードしていたんですが、アインさんは、吉田さん飛んでましたね。 PBSD と決めて最初ラウンド、ジャンハイ 2S から捕まえて、さあどうする P から当てなげポジションも決めました S、2S、 全立てですか6立てですか佐藤さん何使ったんですか、クソキャラでもないですねクソキャラでもないですね、フォローができない佐藤さんね気持ちよくなっちゃいましたか、ご愁傷様です。ここさあしかしゲージはあるぞ、しかしあこぼれせんのかこれ、落としてさあじゃんけんしましょう、でタングル畳返し、あれどうなってんですかね、やりましたね、できました、いやーね、トラさんのソニーがね大活躍でしたね、本当今回ですね、まあ、ラッキーパンチでね、どれっつって、さあじゃあ次の試合は佐藤さん決めてください、次決勝あと3チームあるんだよね、そういいんじゃないか、3チームあるもうこれで、ね、これで決勝でいいんじゃないか、これ決勝、いや、うちらのチーム勝ってんだけど俺たち一勝今日、うん、そうだな、せーいやー な, なじゃあね今日で20、いや30人近くいるんですよね今日、じゃあね A 番内で、そこやって B 番内でじゃんけんして勝ったチーム3位決定戦やりましょう、 B 番内でうちのチームと、あそれでいいんじゃね、左側のさどことどこがやる、どことどこ、どことどこじゃんけん、うん三決定、三決にしちゃおう、なんかもう大人の都合で1試合カットみたいな流れにして、もう今日ね人数いたからね、フォンのこうやばいですからね人数ね、そう10対10やん、じゃあ佐藤に任した、はい、うち勝って、でここは上勝ってるから、はあ、まあでも天草チームは動画出たから、じゃあうちらとやろっか、うちらとコンソメチームやろうぜ、で免許はだけにする、こっからまあそれ俺それでもいいけど、
でも今何時だって9時半でしょ。それならなぁ、そうだよ。だからこことここやって、でこことあとはここやっちゃったから、じゃあこことここでじゃんけん、それで終了にしよう。うん、まあトーナメントというよりはちょっとお楽しみ的な感じになっちゃってたからね。ああ、後から追加が多かった。で、そしたらな、4じゃなくてな、結局5になったもんな。それじゃあ3、4ぐらいにしてくればよかったね。ということで、誰でしょう、イルさんと、ウッディ、いる？いる、いる、いる？いる、いる。と、あ、マジでヨッシーさんいなくなった？ウッディはいる？じゃあ、イルさんと、じゃあ、誰でしょう、ウッディチームのラークさんいる？負けたやつは、朝神チームと、トゥーリオチームでじゃんけんして、勝ったチームが負けやります。あ、でもあれだ、新兄弟残ってるから、そこもじゃあやっちゃおう。じゃあ、どっちか、じゃんけんしてください。イルさんとラークさんじゃんけんして。イルさん、じゃんけんして。ゆうさん勝った、勝った、ゆうさん勝った。じゃあゆうさん勝ったんで、フリーチームとやってください。いや、負けたチームは、あ、違う違う、ごめんごめん、間違えた。ゆうさんはあれだ、天草チームだ、天草国売券チームとだね。で、残念ながら負けてしまったウッディチームは FAB アイン・ソワヤカーズ・ガクのチームとやってください。やる。即、即やっちゃおう、じゃあ。国チームと、どこだっけ？あれ、朝神チームは B 兄弟。で、大阪さんのチームとうちか。うちは A 兄弟で。みんな大移動で。うん、大阪チーム。ここでやることにした。ここ一回動画出ちゃってるから、はい、で、またチーム覚えてる？そうそうそうです。あの、じゃんけん勝ったと、まあここ勝ち上がった方だから、そこでやろうってことでした。こことここで、こことこことここで、ここと、ここ。そう、あ？ゆうさんは B 番台で、じゃあ、クリさんそこじゃんけんして、もう筐体消えちゃって。先方ここあり、あり、あり、ある。出演なくね。じゃあ、うちらこっちだよ。あ、うちらワンピー側で。マジで？3人しかいない。じゃあ、え、あり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 に行く、ありだけど、これで終わりだから、うん、これ最後。C 兄弟は、一応 FM チームとワークチームか。うん、うん、そこ今3人しかいないらしいんだ。なんかまあ、あんまやりたいならやるけど、そこのチーム集まり悪そうだから別にやんなくてもええんだが。そう、まあまあ試合し、のじょしてるからな。まあ別にいっか。だから、うん、5人から3人になったんだろ。そう、こっち4人でしょ。いや、ここ学さんいるんだろ。あ、そうか、うん、まあいいや、とりあえず A と B を始めちゃいましょう。まあそうなんだけど、まあ、てかもう、のじあいしてるんで。まあ、とりあえず A と B はやっちゃいましょう。先方出たい人。なんでだよ。さて、やってまいりました。ジョニオ、何これ。
回やろ。あ、勝てないからって結局回にしてんのよくわかんないんだけど。使い終わったら速攻で出たいと思う。あ、そう、まあいいんじゃないかな。さっきすげえ連勝しなかった、岸高アンジ。あ、そうだろ。なんだそれ。あ、これ大阪戦線誰か。さあ、ジョニオさん混乱している。チーム確認しよう。うちが、ジョニオ、あ、チーム集まったら C 筐体やってもいいっすよ。ワークさんのチームがね、3人しかいないらしいんで、うん、だから学さんをだからそっちのチームに渡そうかなって感じで、で、それでやろうと思ってるんで。おしゃさん、チームメイト全員いる？いない。じゃあ呼び出すか。カーズさんとソワヤさんいますか？大会やりたいならこっち来ちゃって、うちを負けやるんで。FOB チームと、ウッディのチームか。まあ、ちょっとじゃんけんして筐体決めちゃってください。じゃあ、お茶さんのチームは 2P?1P? じゃあ、蕎麦屋さんと川津さんとアインさんは、1P の方までお願いします。ウッディのチームは、学さんを追加します。学さんは反対側行ってください。ウッディのチームは、3人いるから。まあ、こちらだと見えるからな。おー、ジョニオ会話頑張ってる。ドリューラセワーからの受け身取れている。ダウン取れねー。さあ、レベル3打った。まだこれあるか。 VOC は何でループした。さあ、まだわからない。おっと、これはめくって、あーっとダメ勝利から一本ダメで勝ったのは大阪セイソル。ジョニオさん勝てないか。マジなんであれブーパーダウン取れなかったの。普通にダウン取れたと思ってたのに。さあ、出てくるのはヨハナ先生、同キャラ。赤いのがヨアナ・セイソル、バッチーのは大阪・セイソル。さあ、レベル3リボルバーからコンボができない。投げ返されて、投げ返されて、ガンブレイズを投げられて、立ちハイ出てて、シャガハイ出てて、さあ、溜めている。カウンターしてる。なんかさっき見たんだよこれ。勝利は後出し有利だった。一本取ってな、弱らせする。ロヤ君サムキャラ使わないんだけどね。意外と先生いい動きしてんだよね。前回も一本取っていい勝負してたのが面白かったんですけどね。さあ、チャージバーストして、また投げ、入り勝利、空投げ、
やべ、ビット確認してないこいつ。レベル3ぶっ放して昇竜より強い。3-2-1 3-2-1 1-1-1-4。なんだこの試合は、マジ実況しづれんだけどこれ。ストルームワイパー、ストルームワイパー、キンバースト投げ、お互いチャージして投げている、めくり当たって SID。 さあ画面足逃がさない、ちゃんと拾っていた。勝ったのは大阪セソル。どうする、俺出る、俺別に出てもいい。